はい、エコネこんばんは、ハルケです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、ディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。バースデーが始まってですね、多くの選手のランクを更新しました。まずは D ですね。 D はですね、避けた選手何名かいますね。ダンフリースだったりとか、あとはジンチェンコもかな、でシュロッターベックだったりとか、クーマン、そしてラウドルップ、そしてフンメルス、ここら辺の選手を、まあ、前回 C だったんですけれども、今回から D という風なことにしてます。そして追加の選手として新しくですね、バースデーのフランコフスキーですね、フランコフスキーを D に入れました。まあ、この選手に関してはですね、今の現環境、登場するディフェンダーの選手としてはちょっと物足りないかなというふうには感じますね。一応2バージョンあってね、逆語のバージョンもあるんですけれども、ただそもそものこう能力的な部分で守備的なところがちょっとね、厳しいなというふうなところですね。球際ではちょっと負けてはしまいますし、取りきれないというふうな部分もあるというふうな選手にはなりますね。もちろんクロスのプラスを持っていたりとか、スピードがあるっていう風な選手にはなるんですけど、まあそれだけじゃ、ちょっと今の現環境厳しいかな、代わりは全然いるかなという風な選手にはなりますね。そして続いては C ですね。 C もですね、多くの選手を下げた形になってます。フューチャースターのプジョルだったりとか、サンダーストラックのネスタ、あとは FC プロライブオグボンナだったりとか、サンダーストラックのクロスターマンだったりとか、ゴメス、あとはブレーメル、ここら辺を少し下げてますし、またセンチュリオンズアイコンのビディッチも現環境ここに、してますね。で、あとはファンタジー FC のモリーナなんかプラス1されて88になってますね。で、そして新選手として追加したのはゴセンスですね。バースデーのゴセンスになります。ウィングバック起用だったらまだ全然ありかなと、いうふうには思いますね。スピードもそれなりにありますし、パスもある程度は出せるというふうなところで、若干守備もできるし、フィジカルもちょっとあるっていうふうな選手にはなりますね。まあ基本的にドリブル自体はですね、若干持ちにくさが、あったりはするんですけれども、まあ、まだ使えるかなっていうふうなところと、あとはある程度シュートもね、打てる選手にはなりますので、結構ウィングバック起用が最適かなというふうには思いますね。またブロックのプラスだったりとか、パス面のね、プレータルプラス2つついてるっていうのはいいですし、ラピッドとかクロス、ヨーシャンシなんかもついてるというふうな感じにはなるんで、まあまだやれるかなというふうなところでここに、しました。そして続いては B ですね。 B はですね、新選手追加というのはないんですけれども、下げた選手が何名かいますね。バーサスのラモスだったりとか、あとはカマビンガ、そして POT 特別賞キムミンジェ、ここら辺の選手を前回からだと下げてますね。で、またヤンコウトも89に今後なるというふうなことになっていて、あとオルバもですね、91になるというふうなことで、B に上げた選手になってますね。またペドロポロに関しても前回は C だったんですけれども、アップグレ90になるというふうなことで、現環境ここというふうなことにしてます。またズーラも90になったというふうなことですかね。そして続いては A ですね。 A はですね、下げた選手、こちらも何名かいますね。フューチャースターアイコンのカンナバーロだったりとか、あとはバーサスのトモリだったり、またフューチャースターアイコンのロベカル、ここら辺を少し下げたというふうな形になってます。で、またマート戦ですね、今後90になる選手にはなるんですけれども、ここに少し上げました。で、そして新選手としてはですね、バースデのキンペンベだったりとか、あとはショーダウンプラスのチルウェルだったり、バースデの V かな、この選手たち新しく追加をしてますね。まずはキンペンベですね。まあ、キンペンベに関してはですね、まあ、もちろん非常に強くなりまして、トリプルスレッドからまた新たに、ね、強化されたというふうなことになっていて、個人的に逆足さんがちょっと残念や
なというふうには、思います。スキルじゃなくて逆足がアップグレードされていたら良かったかなと、いうふうなところですね。まあブルーザーのプラス、持ってますし、フィジカルも強い選手になるんで、まあフィジカルでゴリッと、いく力を持っているというふうな選手にはなりますね。まあ、あとは左利きのセンターバックというふうなことで LCB 任せれる貴重なね人材かなと思いますし、ペースもね速い選手にはなるので、非常にまあ A ランク妥当かなというふうに感じますね。そして続いてショーダウンプラスチルウェルですね。まあ、作った方そこまでおられないかもしれないんですけれども、プラス2の恩恵は非常にでかいと思いますね。ペース90まで上がりましたし、フィジカル若干弱いんですけれども、守備能力はしっかり高いという風な選手にはなりますね。で、一応ジャンプ値高いんですけれども、身長が低いんで、ちょっと空中戦は厳しいものはあるかもしれないです。あとはプレイサルプラスがね、パス面いいんですけど、やっぱサイドバックっていう風なことを考えると、守備面のねプレイサルプラスは欲しかったかなという風なところではありますね。ただまあ冷静さ83まで、上がりましたし、パス出しっていう風な部分では上手い選手にはなりますので、ある程度守備もしながらビルドアップもしっかりできるという風な選手になってますね。また逆足4っていうのもいいところだと思います。そして続いて V ですね。バースデーの V。まあバースデーでね、大きく強化された、まあ、初の強化カードにはなりますので、まあ非常に強くなったなというふうなところですね。逆足さんだけがちょっと残念やったかなっていうふうなところですね。あとはね、ほんと軽くて強いしっていうふうな、選手にはなりますし、ペースもね速くって、ジョッキのプラスついてるってのもいいところで、あとはインターセプトだったりとか予測だったりとかね、テクニカルついてるのは、非常に素晴らしいなというふうに思いますので、初特集としてはですね、非常にいい選手に生まれ変わりましたね。そして続いては S ですね。 S はですね、多くの選手追加をしてます。 SBC で登場しましたクアドラードですね。バースデーのクアドラードだったりとか、あとはバースデーアイコンのブランですね。でまたミニリースで登場しましたバースデーのバラン、そしてショーダウンプラスのアカンジ、そしてアラウホですね、バースデーのアラウホ、そしてバースデーアイコンのザンブロッター、そしてカピタ、そしてショーダウンプラスのバストーニと、ご覧の選手追加をしてます。また前回からはですね、ファンタジー FC のデリフトをここに上げてます。92に今後なる予定になってますね。まずはクアドラードですね。クアドラード今日かな、来た SBC 選手になっていて、非常に強いですね。個人的にはすごく使用感が、良くてですね、持ち運べるし、またドリブルもめっちゃ軽いっていう風な選手になってます。そして意外にもですね、守備面はあまり気にはならないという風なこと、特にインターセプトなんかをよくしてくれてますし、予測もね新しくついたという風なことで、全くなんか弱くないなというか、穴にならない、そういう選手になってますね。またクロスのプラスがついたことで、運んでいった後ドリブルだけでなくですね、クロスを上げ切るっていうこともできる選手で、パスもねうまいので、個人的にはすごくいい選手、ケミを合わせてでも使いたい、そんな選手にはなりますね。まあ一応役割意識かな、役割意欲か、ハイローで守備のね意欲が低いなんで、そういう風なところでね、若干守備の立ち位置が高いなって思う時はあるんですけれども、ただ総合的にですね、個人的に今の現環境 S に入れてもおかしくないかなと、それぐらいの強さはありましたね。そして続いてバースデーアイコンのブランですね。逆足号のバージョンのブランの方がいいと思いますね。予測のプラスもともと備えていて、新しくエアリアルがついたっていう風なことは素晴らしいですね。またブルーザーだったりとかブロック、ジョッキーなんかがついているという風なことになってますね。まあベースのブランは今作非常にね人気で強かった選手にはなりますし、そっからね普通に強化されたという風なブランなんで、また今の現環境トップのセンターバックには入ってきますね。フィジカルも強いし、やっぱ守備面のねしっかり強い選手になりますし、貫通もねしなくって、ペースも83まで上がりましたんで、普通に強いなという風なところ。またジャンプがちょっと低いので、エアリアルのプラス持ってますけれども、やっぱアップデートでちょっとエアリアルね弱くなってしまったんで、空中戦が強い選手と当たってしまうと
まあ、そこの空中戦で負けてしまう時は、まあ、なくはないんですけれども、ただ地上戦最強というふうなことで個人的にここに入れました。そして続いてはバランですね。バースデーで強化されたバランになってます。まあミニリリースで来るレベルの選手ではないですね。まあもともと逆足4というふうなことでパス面のね能力もしっかり上がってはいますし、しっかりつなげれる力を持ったというふうなことですね。また地上戦というふうな部分でもペースは88まで上がりまして、守備力もむっちゃ高くてフィジカルも強いというふうな選手になります。予測のプラス、スライディングのプラスを備えながらですね、ジョッキーだったりとか、あとはインターセプト、ブルーザーなんかがついてるというふうなことになってます。またリアクションもね、高くってレーサーもある程度あるというふうな選手にはなります。まあ、バースデーでスキル5になったので、まあエラシコとかね、エラシコ使えるバランというふうなところもちょっと可愛いね要素なんじゃないかなと思います。まあ最強のセンターバックですね、この人も。そして続いてはアカンジですね。ショーダウンプラスになりました。アカンジオーベルプラス1、されたアカンジなんですけれども、まあ強いですね。普通に強いなと。やっぱ助けられることが多いセンターバックになりますし、まあ使ってる方だったら、まあ感じありがとうと思うことは多いんじゃないかなと思います。でまた取った後のパスだったりとか、あとはドリブルの軽さだったりとかもある選手にはなりますので、まあ攻守ともにありがたい存在のセンターバックにはなりますね。そして続いてアラウホですね。バースデーでこちらも強化をされたアラウホになっていて、逆足が5になってますね。ここ非常にでかいですね。これは非常にやっぱ4より5の方がいいというふうなことにはなりますので、そこで5になったのはでかいですね。でブロックのプラス、あとはエアリアルのプラスがついているというふうなことと、予測だったりとかジョッキーとかもついているというふうなことになりますね。でまあ空中戦しっかり強い選手になりますし、弾き返す力もあるし、コーナーから決めきるというふうな力もあります。またペースも86まで上がりましたし、しっかり守備力もね高い選手になってますね。まあビルドアップの部分でもですね、ドリブルに関しても若干は改善はされましたし、ロングパスこそちょっと低い、もうちょっと欲しいなというふうに思うんですけど、ただやっぱり逆足後の恩恵を受けてそこまでパスミスする選手ではないので、個人的にこの人も現環境非常に強くなったなというふうに思って S ランクに入れました。そして続いてはザンブロッターですね。バースデーアイコンで強化をされました。ベースでもねやっぱり十分強かったんですけど、このカードはね本当にまあバケったというか、かなり強くなりましたね。特にね予測のプラスがついたっていうのはちょっとでかいなっていう風に思いますし、また5-5、まあスキルがね4から5になったんですけれども、まあそれも若干でかいのかなという風には思いますね。守備力はですねもうかなり高くなりました。しっかり取り切れる力を持ってますし、またペースもね92も、あってですね、ビルドアップに関しても問題なく行えるという風な選手にはなります。まあ敏捷性バランスね少し低いんですけれども、まあそれも無理をしなければですね全く問題はない選手にはなりますし、あとはジャンプかな、空中戦がちょっとっていう風な時はあるかもしれないんですけれども、ただそれでもですね、現環境の中で言っても非常に強いサイドバック、右サイドバックかなと思いますね。そして続いてはカピターですね。こちらもバースでアイコンで強化された選手になってます。で同じく予測のプラス、容赦のプラスがついていて、守備力むちゃくちゃ高いです。勝手に取ってくれるし、触れたら取り切る力を持っていると、そんな選手になってます。逆足も5で、ペースも速くってという風な選手になるんで、まあビルドアップもちゃんと行えるようによりなったという風な選手にはなりますね。まあ注意点って言ってももうほぼない、完璧なディフェンダーの一人かなと、思いますね。まあ若干やっぱりドリブル面はね軽い選手ではないんで、この人もそこまで無理をする攻撃的なっていう風な選手ではないんですけど、それでも若干は改善はされてますし、まあ、ロングパスのところですが、逆サイドにチェンジするときに、まあ多分100回やったら何本かは引っかかるかなっていう風なぐらいですかね。ただそれも逆足5にもなりましたんで、
もう何も言うことがないぐらいの非常に強い、そんなサイドバック、またセンターバックの選手になってますね。インターセプトもついてますし、ジョッキーもついてますし、めちゃくちゃ強い、もういかつい、強すぎてちょっとやばいなっていうぐらいの選手になってます。そして続いてショーダウンプラスのバストーニーですね。バストーニープラス1ですかね、押されて90になったというふうなことですね。まあ、これでペースもね84に行きましたし、あとは冷静さ、リアクションめちゃくちゃ高くなってますし、パスもねしっかり散らせる選手になってますね。また予測のプラスがついているというふうなことは非常にでかくって、守備力もめちゃくちゃ高くって、フィジカルも強いっていうふうな選手になってます。やっぱりこの人もアカンジ同様にありがたいなと、思わせてくれる場面が多いですね。空中戦地上戦非常に強い選手にはなってますし、まあ、特にね、コーナーから点を取ってくれたっていう時も、ありますので、若干ケミは難しい、セリエスカットじゃないとね、なかなか、厳しいですし、混合スカットが組みにくい、そんな選手にはなってしまうんですけれども、ただまあ、この人もやっぱケミを合わせてでも使いたい、そんなレベルの選手になってますので、ぜひちょっと作った方はですね、アップグレプラス1しかされなかったですけれども、使い続けていってほしいなと思いますね。こちらがディフェンダー選手の最新版のテアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。